これですね、ロケ地。ロケーションマップをいただきました。こちらですね、先ほど通ってきたところですね。この駐車場があって、ずっとこの電車踏切通って、ちょうどこの辺ですね。
ここがあれですね、このマップを見ると、東京へ行くアキラを追いかけるし、明治から昭和初期にかけて幽谷金浦で水揚げされた鮮魚が紀尾井高橋方面で駅伝方式により運ばれていたということですね。でここから県北の高橋方に運ばれていたということですね。この川ちょっとね、来るとき完全にあの四角になってまして、ここですね、ここで、ヤスが持っていたお金をすべてお賽銭箱に入れた祠ということです。本来この祠は漁業の神様の祠ということです。この地図を見ながら進んでいきます。でこの右ですね、涼しいです。ここが撮影の際に着替えなどで使った場所です。竜宮荘、というわけで、今日はささっとご紹介しましたけど、あの郵便局のねあたりがおおよそメインな場所かなと思います。金浦郵便局、ぜひあのその周辺歩いてみてください。多分マップなかったらほとんど多分
似たようなねエリアが場所通りが 多すぎてわからないと思うので、ぜひあの、ね、ネットとかそういうの調べて、まあ、マップをコピーするなりで来た方がいいかなと思います。ありがとうございました。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。